こんにちは、ごこちゃんだ、ということでね、どうもガブです。今回なんですけども、COD モバイルやっていきます。その前にですね、皆さんに一つだけちょっと質問したいことがある。そう、クリスマスイブ、聖なる夜、どういう風にお過ごししたでしょうか。まあ、この動画がね、投稿される日は多分28とか29日になるとは思うんですけれども、まあ、ホテルを揺らしたり、アパートをね、揺らしたりしている方がいたとは思うんですけれども、まあ、僕はですね、まあ、いつものルーティーン、その毎日のそのルーティーンがあります。そう、動画を撮影して、ご飯食べて、まあ、動画編集して。で、やっぱりその、カメキッズってさ、まあ本当にこれ視聴者情報なんですけど、なんかその童貞率がめっちゃ高いらしくって、なんか謎にね、あの野球部が多いらしいんですよ、カメキッズって。で、まあなんか眉毛がつながってそうでね、まあそのあんまり城を攻めたことない男子がまあ多いみたいなんですけれども、まあ僕はそういう子たちのためにやっぱりその動画をお届けするというような感じなんですよね。まあさっきも言いましたが、まあ僕には毎日のルーティンがあるんでね、まあクリスマスイブとかもう関係ねえよというような感じ、もうどうでもいいですよ、クリスマスイブとか。ホモだから俺。悔しい。だが、それで、よくねえよ。そんな茶番は置いといて、今回紹介しますのは、このピースキーパーですね。いや、このね、カスタムがめちゃめちゃ強くて、このですね、まあ、長距離バレルっていうので、ダメージ射程距離 100% アップ、しかも横反動もなくしてる。100% っていうのは、まあ、つまり2倍ですね、アップするというような感じの、この、まあ、アタッチメントとなっております。で、ここでちょっとエイム速度とか下がってしまうんで、アンダーバレルでそれを補うと、ストックでも、そしっかりエイム時の移動速度などをアップしております。ちょっと性能見ていきましょうか。まず射程からなんですが、まあ、ダメージはね、まあ、言うて28勝で 10m も4圧キルが可能で、 20m も4圧キルが可能で、 30m も4圧キルが可能で、 40m もまさかまさかの4圧キルが可能と、てな感じで、これ一応ヘッドショットがね、まあ29っていうことなんですが、これね、安定性がマジで、そう、結構高いんですよね。長距離バレルをつけていても、このカスタムによってですね、結構安定性が高いと、というような感じとなっております。リコール制御もですね、このカスタム結構簡単なんで、皆さんぜひちょっと使ってみてください。ちょっとハンド見ていきましょうか。まずですね、ここの位置に合わせて、ハンド。こんな感じ。まあ、多少は横ハンドあるんですけれども、ちょっとやっぱり消えてますよね。ノーカスタム化よりは、はるかにね、消えていますね。皆さん、このカスタム、ぜひぜひ使ってみてください。ということで、早速、ランク待ち、やっていきましょうか。ということで、早速、ピースキーパー使っていきましょうか。てかさ、皆さん、なんか初期スキン多くないですか？多分ね、これスキンのダウンロードとかできてないと思うんですよ。ということで、早速やっていきましょうか。どうしようかな、これ。結構ね、これ、ハックニアルの立ち回りってね、なんか、自滅してる人いるんだけど、それは、さあ、立ち回り難しいよ、このマップは。そんなことはさせないっす。はい。いや、無理か。一回行くわ。一回引いていってあげて。ここも買っていってあげて。まだ来ない？まだね、建物の中にいいと思うんですけども、大丈夫そうかな。さあ、ちょっとこれ、ナイスビー。味方が強いですよ。でもね、言うて言えばその砂漠のプロ隊でやっているんですけども、あんまりね、敵の強さは変わんないですよ。まあ、もともとその、まあ、レジェンド隊がね、確か多分7割ぐらいだったんじゃないかな。マスター隊はほぼいなかったような感じなんですが、まあ、ほとんどの人が、まあ、レジ隊と、というような感じの環境だったんで、まあ、それは割合的にはね、元レジェンド多いですよねって話なんですよね。威力で。いやー、俺警戒するとき一回行こうか。俺に落とすな！ちょっと、カメさん今日テンション高すぎますね、これ。でも、言うてどうするかな？言うてちょっとプロ隊でやるんやったらね、もうちょっと無双したいっていうのはあるんですけれども、多分ね、それ C からだな。ウィンに買っていってあげていいの？まだいるよね。カットしていって、まだ下にいるよね、それ。オッケー、ナイス、いいね。ちょっと味方にそれ、下のやつ任していきましょうか。俺はちょっとゴリゴリね、前押していきましょう。せ、やっていくよ、ここから。カットしていって。カットしていけ！時計が遅い！ちょっと待て！時計が遅い！さあ、ナイスビー。こっから頑張っていこう、これは。もうちょっとね、火力を上げていきましょうか。いるんだけれども、これカットできるかな？そこに、ね、いるんですよ、一人。買っていってあげていいの？一人カット CT の今のでかいよ。ナイスビッグプレイ。オッケー。今のこれ B 阻止していく。いや、なんか撃たれてんねんけど。カット CT あげての。さあ、ウォーマシン出していっての。カット CT。もう一人あ、カットしていく。さあ、こっから前線押していきましょうか。ウォーマシンで。荒らしていく。荒らせ、カメさん。一回行く。さあ、引いていってあげの。さあ、ここに登っていってあげましょうか。よいしょ。多分これ来るよな。やっていって。なんか下にいるけども、そこもやっていってあげての。さあ、ここでヘリを出していきますよ。ちょっとここ。ポチッとなと。オッケー。さあ、UAV とセントリーガン置いていってあげて。ナイス。ここでちょっとリスキル始めていこうか。カメさんお得意の。なんかね、ちょっと下にいるの俺多分バレてるんですよ。ナイス、いいね。オッケー、そっちも買っていってあげて。そっちにも置いていますね。
買っていきますよね。いいぞ、これ。脇ちょっと変えてしまったんですけれども、どうしようかな。まだでも空いてんの、こっち。UAV らしいって。さあ、風待ちしようか。気づかれるかな、俺。こっちから二人が来そう。いや、でも大丈夫ぞ。いっか、これ。あー！さあ、亀さん、もっともっとキルしていきましょうか。ちょっとね、そっちにいるんですけども、大丈夫かな。ナイス。頭一個出し買っていってくれた。あー、やばいやばい。これで終わるぞ。これで亀さん終わるぞ。充電がもう 10% しかない、これ。やばいやばい。やばいよ、やばいよ。理解が早い、これ。ナイス、ナイス、ナイス。さあ、後半。まあ、でも結構ね、その、プロ隊っちゃプロ隊なんですけど、さっきも言った通り、本当に、レジェンドと変わんない、レベル隊はね。そう、というような感じなんですけど、ちょっと UAV 壊してほしいな。ちょっと俺、ハンドガンやからさ、サブ武器が。ちょっとこれ、一回これ、あれ、C 入らない。どういう立ち回り相手。オッケー、ヘッドショット、ナイス、いいね。さあ、ここでちょっと、どうしよう。なんかね、相手全然これ C 取ってこないんですか？謎すぎませんか？なんかシルで、オッケー、勝っていくよ。言ってさ、中距離バカ強いからね、この武器。よいしょ。あ、そっち乗れないか。でもこれどうするか。敵がなんか全くこれ C 取りに来ないんですけれども。ちょっとこれ一回上上がろうか。多分ね、ここ取ってもあんまり意味ないと思うんで。買っていっての。大丈夫、オッケー。さあ、多分これ、あえて C 取りに来ない。敵の立ち回りが全くわかんない、これ。いや、B か。ちょっと俺もうちょっとキル稼ぎたいけど、敵がいそうな場所に行きますか、これ。ナイス、ナイス。もう、キヌは、俺に任せろ。なんかいいですよ。餌あるか？さあ、しっかり買っていく。ナイスキャラコン、いいね。AR でもね、このしっかりキャラコンができるのがピースキーパーの強いところ。これ来るかな？足音しっかり聞いて。なんかね、結構その足音を殺してる敵がいるんで、そう、そいつだけちょっと警戒したい。いや、いるか。ナイスナイス。ちょっと大橋アストロしていきましょうか。よいしょ、あそこいるんですよね。オッケー。オッケー。さあ、B 大丈夫か？ B 大丈夫か？俺が行くよ。そこもナイス。そこも勝って、お前、どけや、マジで。ブチブチにするぞ、この野郎が、マジで。ほんまに、引き裂くぞ、マジで、お前。味方でも関係ねえから。壊してあげての。オッケーね。しっかり対抗していく。さあ、これ B 取ってくれているんで、UAV 出していっての。勝っていって。いや、下か、これ。いや、下やな、これ。あー！まあ、でもね、言うて多分、今回30キロはいけると思いますんで、ナイス、ナイス、ナイス。いいね。味方がいいぞ。なんかね、結構その何回か撮影しているんですけども、今までの味方よりマシはるかに。ちょっとなんか、このマップ SR 多くないですか？そんなもんか。ここもナイス、オッケー、買っていく。さあ、もっとキルムーブしていこう。これ、いないか。さあ、ここで2人買っていくよ。頑張れ、カメさん。さあ、B はナイス。B はちょっと任せてたら良い。買っていって、まだいないか？これ多分来るね、これ。SR かな、そいつは。さあ、ナイスキャラコン、いいね。今のキャラコンいいね。敵の弾をしっかり避けるっていうキャラコンでございます。そこも買っていく、ナイス。さあ、敵はどこにいるんでしょうか。マジで俺と打ち合い、お前ら。おい、のび太、お前がボンナ。ちょっと待って、うん、ナイスナイス、買っていく。そこも買っていく。いいよ、詰めていこうぜ。これまだいるよな。オッケーオッケー、ナイスナイス。この最後のさ、連続キル、えぐない、マジで。これでね、ちょっとピースキーパーの、強さは皆さんちょっとまあ分かっていただければね、まあいいかなと思います。やばすぎやろ、これ。お前、真ん中のやつないの、お前。もうちょ、待って、これ、サブアカもこれ、マスターに上がってしまったんけど、これ。もうサブアカでやってる意味ないやん、これ、マジで。はい、ところで皆さん、今回はこのピースキーパーだったんですけども、どうだったでしょうか。まあね、この武器の性能はね、まあ今回の動画を見ていただければわかると思うんですけども、皆さん、この武器、ぜひぜひ使ってみてください。個人的にはね、まあなかなか、まあちょっと、最強とはまだいかないんですけれども、もう全然ですよ、ランク待ちでも、V トールとかね、まあ、狙えば核とかいけるとは思います。ということですね、今回これで終わっていこうかなと思います。ということでね、今回の動画が面白かった、参考になった、上手かったっていうのがあれば、ぜひぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。これからもですね、 COD モバイル実況していきたいなと思いますので、よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。